言われるとね、やべえ、北米が打ちたくねえみたいなね、感じになるよね。言われたらきついんだよな。だ太郎さん名前隠したら FME さんっぽい試合数をしてますよ。6700試合とかやばすぎますよ。俺もね、初期ポチョムギ使いながら、あまり使い続けてしまったら情が出るみたいな情が湧いてしまうということでね、なるべく早めに脱出したんですけども、乗り続けた。そして最近はトリシューラーがね、レッドフィット、しかもバータイっぽいコンボになってるみたいですね。その機会来るでしょうか。バースはここでヒット、まあ、シンガはね、大会という場所ではポチョムギ有利だとは言われているんですが、なんかね怖いよね、メタル的に。さて、 B 番台勝ったのはどちら様でしょうか。あ、ヒノさん勝利おめでとうございます。負けトーナメントをね、適当にですけど、さあ、エパローさんがすごいですね。何も起きなさそうなところが熱いですよね、今回のポチョムギ。あれ、繋がったから何みたいなところある。さて、エルク、あれね、どう見ても不利だろお前みたいな感じのプラス2フレームという数字を見てマジかってなりますね。ただちょっとゲージがもうビーク打ちづらいかなみたいな感じですね。え、あれスラヒ確定しないの？ヒーローしたら間に合っちゃう？マジか、そっか。まあ、リュウエ見て地味に繋がっている。ジャンプ PK とかいけたいよね。いけたかな、いけそう。そうね、今回のレベルちょっと見てみないとわからないか。どうぞ、もちろん見ますわ。ヨーレマわかりませんよ、画面端起き上がり遅い。ただシンはね、どっちの起き上がり方法でもね、フレームかかりません。マイビー捉えていく。かけるか、タロの名前をつっていらねえつって解明するわって感じですね。おお、これジャンビーせっかくやったのに。おー、しかしゲージがない、これはやばいぞ。逃げろ逃げろ逃げろ、寄るかジャンビー。うん、うまい、しかも回復。ガッツポーズ、それで右ヒット、エルク、ホークメイカー、カルド、ブラッシュリーク、ジャンケンからギンゲス、最初に空中ダッシュ、K、S、K か。もうね、ジャンプ K が壁張り付き効果なんでね、今。おー、やるーが返してきた。サンハイスラー。ポーイント投げて、ご飯食べる。さあ、ガンガン前に出ますが、端を背負っているので、ちょっと怖いですね。前に出ますが、爆説強え。マイケー。トリシューラー、バースは2回目のトリシューラーは上に上がってるからバース当たんないっぽいですね。使うならそれしかなかったっぽい。うわっまあダメだー、これはきつい。どうするどうするどうする、ロケットパンチしかねえ、もう上飛ばすしかねえ。俺だダサダーク、ちょうど重なったぞこれ。どうなる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 、トリシューラー相手の動きを封じ、フィニッシュトリシューラー強え。そうなんですね、あの真のライトザライトニングは1フレームからじゃなくて4フレームからの無敵なんで、技をしっかり重ねてやれば勝てないんですね。素晴らしかったです。俺自身が弾丸になるところですね。はい、あれ本当に見えない、赤い出すと言っても赤い今消えますからね。じゃあ行きます。で、ちょっとね、ここ、ゼロ回戦だったんで、飛ばして、あ、けど、そうだ、やっちゃうか。投げさんが伸びてね、ほひこさんと、七夕さん、A 番台でーす。Guilty of Greed. Who dares to enter the mayhem?守護神といえばエルフェルトでしょっていう
そういう配慮じゃない配慮じゃない、さすがにそういう操作はしておりません、残念ながら。そう、そう、投げさんが勝った場合は超ボスとは動けませんです。誰もダメじゃん。ポチョムキあたりを今日ね、いないんですよ、あんまり。赤いポチョムキの方も今日欠席ですからね。さあ、七夕さんのスレイヤーとホイコさんのラム、さあ、先ほどね、かなり大活躍、まだシングル戦なんで勝てば活躍なんですが、そう、まあそれはそうなんですよ。さて、ホイコがね、すごいですからね、七夕さん。ちょっと中央でも下手なコンボはもらいたくない。やられるのって大きいですね。マイケー、いやらしい。逃げるがチャンピオンヒットしないが、剣がヒットシェルド、ガードして、タッチピーから中段打ち込んで、くっだらしないで安定落として空中ダッシュからの、これ長いんですよこれ。そう、ここら辺でやっと終わる。素晴らしい判断でしたね。さあ、タッチピーから中央、落ち攻め。今のは回転を先にガードじゃなくて後にガードさせるとどうなんでしょうかね。かなり面白そうな連携でした。さあ投げて画面端中段、あー非常にいやらしい連携ですね。ジャンディジャンディ1、2、3、くじ出して、前回これでめっちゃ減ってたんですけども、今回そこまで。ただここら辺になるとトランシー、そしてガルバドスといったね、選択肢もある。あー席を取ってしまっちゃう。だいや、あ、あー、パッ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 。まだ終わらないんだよなといった感じのコメでしたね。勝ったのホイコさん、七夕さんは負けトーナメント行きです。ここです。じゃあお父さんそろそろだけ待っててね。ではカリンチさんのソルト、リオンさんの回 A 番台です。あ、やべ、アクロマさん呼ぶの忘れてた。後で最後に回しましょう。シングルは早くていいね。ラブ、ね、ラブレザル全然いけると思います。いやコナミ感だったね、確かに。まあ、覇者を言うなら間違いないでしょ。わあ、さすが PR 覇者とイグザード覇者をね、お招きして説得力増し増しの実況解説をお送りしておりますからね、今日は。ラブレザルまだいけます。まあ、今まで狂ってた部分もありましたからね。いけまーす。それじゃない、それじゃない、あれじゃないです、あれはまずいです、まずいです、まずいです。なんちゃら細胞的なね、ギア細胞だけど、うわーコンボだけー。これなんですね、最近は GS マイピーマイハイソラ、ハフミールの後に GS マイピーマイハイソラという方のダメージアップ、そして気絶値も稼いでいくというか、本当にね徹底しております。さあ、そしてリオンさん、ここで捕まってしまって、ジャンディジャンディハフワイッショイホイ、あとちょっと難しい、グリードセブン押し込んでいくが、ここはガード、さすがにガードしていきますね、素晴らしい。ここにいるアフニーはこの微妙なフレームになったからこそ、こういった足払い相打ちとかが起きるような気がしますね。全く動けないっていうのもあれなんですけど、ちょっと動ける相打ち美味しいっていう状況も増えた気がして、やっぱ絶妙なんだなと思いますね。さあ、これグリードセバー、あとベイバー、これダッシュベイバーとすることによって、その後にね、TNS スプリットシェルといった非常に有利な置き攻めにいけるんですけども、ちょっと難しいですね、ダッシュベイバーとしないといけないんですね。スライド入力ってやつ、さあうまい、これはガンフレーム対策で 3H で相手の炎を消して、3杯だったり、今距離が近かったので3杯差がそのままいきましたね、素晴らしい対策。2杯差いい判断、一瞬待ったか、ホニールからのブリンガーからの DDSDSD 昇竜拳、勝ったのはカーリンチュソル2。
リオンさんは8番、8番どこだーここか。じゃあ、ごめんなさい、ちょっと増えたんでここ行きます。投げさんのファーストとスケさんのエルフレート、ごめんなさいねスケさん、けどスケさん信じてるから俺。Guilty Gear Exile。代理来てたかな。あ、来てない。ほのりさんに風のクロノを始めたって言ったんで、あれ面白いですよね。さら獣御用達みたいな。え、そんな目でそのゲームやったことねーって。気絶しランダムじゃなくなったの？全然わかんない。気絶しランダムじゃなくなったの？あ、全部固定。今まではどれか選ばれるっていう乱数だったのがなくなったってこと。なるほどね。さあ行きましょう。スケ・エルフェルト対投げ・ファースト。キシャさん、この組み合わせというかこのキャラクターどう思いますか？積みゲー？地球不利？一球不利？マジか？そんなに？まあけどこれ家庭用と比べるとちょっとキャラパワー落ちてるんで2対8ぐらいに落ち着いてるんじゃないですか。レッド1なんだよ。積んでじゃねえか。入ってきた瞬間電物あるよ。まあなどと意味不明な供述をしており、まあファーストというキャラクターもすごい強いんですけどね。まあね、まあ今ではねこうやって笑って許せるよということで対戦しなければ。あと突き上げは届かないか。はじきねえ、やばい、どうすんのこれ。あれ画像君がエルフェルトでね、弾いてるとすごいんですよマジで。あー、これターミネーターだわみたいな、すごいですよ迫力が、プレイヤーのね。あーそう、アケコン壊れちゃうつダメ足。さあしかし攻めに回りました。こえブラッ、おー2敗さらいい判断だったか。 2S ブライダル打ち込んでしまった。ここは難しい。生きているバスト。あ、これは遅い。あ、当たんなかった。じゃあ TS 今ファースト当てなかったっすね。しゃがみすごいですね。今飛ぶってところでちょっと上を狙ったんですけども、しゃがみ歩きすごい回避でした。さあ画面端 2K ヒット 2P2S 2敗すらから距離は届きませんが、攻め継続で非常にいいアイテムハンマーと一緒に攻めて、画面端ゴーイングマイウェイ。結構怖いですよねエルフェルトに上からこうやって攻めるっていうのは。禁止投げ仕込みされたらパーンって死にますからね。恐ろしい。首ゴーイング当たらなかった。画面端ゴーイングは当たりづらい。当たりづらいって聞いたことないけどね、ゴーイングマイウェイが。本当に、いや違う、ゴーイングマイウェイっていうのが当たりづらいっていうキャラクターを聞いたことがなかったから、面白い、初めて。まあ、チップのね、アルファブレードも、カメラもちょっと当たりづらいなって時があるんですけども、あそこでも当たんないんですね。さあ、しかし、うまい子が 2PA 暴れを潰していく。やっとー、これやばい。フルプライスでお返しですね、すごい。金エスを見ていた、ちょっと前からの緩い。こういうところで禁煙再起ができるようになってくると、はい、強い感じですね。すげえ返して前ハイスラ、こっから強気にいく 2K ドリル。相手のゲージを消費させていくのは投げさんのハウスですね。攻めが終わってしまってもただでは返さないといった感じですね。おっとジャンディいい打ち、上か横、イエスをドリルで潰してゴーイング。ちょっとヒヤッとしましたがしっかりヒット。いやー、これはチビファーストがいいところに来てくれました。勝ったのは投げさん、おめでとうございます。スケさんごめんなさい。じゃあね、12番、12番じゃない、ここだな、ここだな。スケさんはですね、ごめんなさい、スケさん連戦でエタロウさんと B 番台でお願いします。汚すぎて読めんけど、まあいいや。